おはようございます。おだみです。今日5月1日はイオンモールのね、謎解きの第2章が始まりましたので、早速やってきました。あいにくの雨なんですが、さすがイオン盛り上がってますね駐車場がすでにいっぱいになってきております。そう、全然関係ないんだけど、今日朝家の階段からね落ちまして、思いっきり腰を強打してめちゃくちゃ痛いです朝6時ぐらいにねちょっと起きてお手洗い行って、またね寝ようとしたら思いっきり足を滑らせましたもう本当に痛かったあ、ね、ちょっと冷やしてね今歩けるようになったので、イオンにねやってきました。はいなんかここ最近ついてなくって、一昨日ぐらいもなんか謎の腹痛にやられ、で昨日はコテでね指を挟んじゃって火傷して、かつ頭痛もあってね、からの階段から落ちました。あ、銀だこもやってる。ちょっと時間があったらリベンジしようかな、ミニキャラ欲しいんで。はい、到着しました。はい、特にここは変わってないですね、前回と同じ感じです。あ、よし、ちょっと変わったね。柱たちが挑戦状になっています。はい、頑張ってやっていきたいと思います。はい、今謎1は結構簡単に解けました。謎2、うずいさんの問題なんですけど、やっていきたいと思います。ちょっとね、早速謎2でつまずいたのでちょっとヒント見ようかなと思います。これ前回も結構難しかったんだよね、ヒント見ても何とかよく分かんなくて、今回大丈夫かな。はい、ちょっとやってみますはい、謎にね、なんとか解けて、今謎3の手がかりの場所に向かっております。あ、煉獄さんの問題がありますね。うわ、めっちゃ難しそう。ちょっといきなり難易度が上がってる。どうしよう、難しいめちゃくちゃ難しいです。もう一回ヒント見ようと思います。ヒント見てやったんですけど、めっちゃほどねっていう問題でした。はい、最後じゃない、まだ次に問題あるのでやっていきたいと思います。謎4は水の謎ですね。義勇さんの問題になってます。いや、これもめちゃくちゃ難しそうだな。またヒントに頼るかもしれません。はい、今ね4問目ヒント見ながらやったんですが、なんかね結構この間もそうなんですけど、割とねんっていうね答えが多いなんだそれっていうね、あんまり言えないんですが、これでいいのかっていうね、答えになってる。ちょっとどうなんだろうこれ最後の謎があるので、ちょっとここが一番ね難しいと思うんですけど、やっていきたいと思います。今ね最後の謎がね書けたので、ちょっと紙をね結構書くだけじゃなくてね折ったりするので結構大変だな、これ。前回もねちょっと折ったりしたんですけど、今回もなんか折り紙のように問題用紙を折っております。はい、今最後の問題、ちょっとアクセント灯しながらやってます。いや、めっちゃむずい。もうね前回も本当にむずかったんだけど、いや、これ頭も使うしね、結構手先も使えますよ。最終問題が分かったので入力したいと思います。はい、送信。あ、違う、あと一歩って出た、やばい。ちょっとねもう一回ヒント見てやってみたいと思います。あと一歩だって。はい、じゃあちょっともう一回最後の答え言ってみたいと思います。いきます。またあと一歩って出ちゃったむずい、ちょっともう一回やる。え、むずいね。え、ヒント見てももう分かんないので答え見ますあー、そういうこと、なるほど。はい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 、分かりましたということです。はい、送信。はい、おめでとうございますということで、授業終了証もらえました。やったー結局答え見ちゃったんですが、無事にクリアできました。はい、で今回メッセージがね、炭治郎くんとしのぶさんの
はい、ボイスメッセージになってるのでちょっと後でね聞いてみようと思います。はい、ということで今回ね白立からの挑戦状ということで、はい、本日5月1日から5月19日までやってますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。いや、めちゃくちゃ面白かった、楽しかったので、はい、どうしようかな、銀だこリベンジしようかな。ちょっと銀だこもし鬼滅のが残ってたらリベンジしに行きたいと思います。はい、ちょうどイートインスペースがあったので、はい、本日も銀だこです。めちゃくちゃ嬉しい、いい匂いこちらね、第1弾のスリーブですね。はい、前回ねちょっと狙いのカード出せなかったので、今回またリベンジで買ってみました。早速開けていきたいと思います。どうだろう、あー、出てほしいな、ミニキャラ欲しいんですけど、どうかな。じゃあいきます、せーの、はい、まさかの前回と被った炭治郎くんが来てくれました。違うのも欲しかったけど被っちゃったまあしょうがないですね。はい、じゃあちょっとねお汁食べていきたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、おいしい、何回でも食べれるいやーカード悔しいな。ちょっともう一個リベンジしようかなどうしても欲しいミニキャラが今回の全然出ないショックうん、うん、いつも買うとかイートインスペースがないので持ち帰りなんですけど、今回イオンはイートインスペースがあるので、ね、出来たて食べれるからより美味しいです。はい、ということでリベンジリベンジでもう一個買ってきました。もうちょっとどうしても、はい、諦めきれないので、でもこれで最後にする、さすがにね、はい、さすがに最後にしたいと思います。あー、お願い、もうちょっとかぶりだけはきついミニキャラ来い、いきます、せーの、はい、あー、ミニキャラじゃないけどでも等身のねずこちゃん来てくれました。よかったよかった。はい、裏がこんな感じです。第1話のシーンですね。はい、ということで第1弾の銀だここれにて終了はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。